こんにちは、大池なつきです。いつも僕の動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今日はオンラインレッスンのご案内になります。はい。この度、僕の大池なつきのオンラインレッスンというサービスを開始いたしました。皆さんがお持ちのスマートフォンやタブレット、そしてパソコンを使って自宅で気軽に受けられるレッスンになります。 えー、ベノーバや、えー、サックスを始めてみたけれどもまだ右も左も分かりませんという初心者の方からもちろん中級者や上級者の方まで是非、えー、使っていただきたいサービスになりますので、えー、最後までご覧ください、えー、それではオンラインレッスンのメリットのご紹介です、えー、まずは場所や時間が自由だということなんですけれども皆さん場所、えー、これは まあ、一番気軽なのがご自宅ですかね、えー。ベノーバの場合はご自宅で吹ける方も多いと思うんですけれども、サックスの場合はね、音がちょっと大きい楽器なので、えー、そういった方は、えー、こういう e サックスなんていうね、消、えー、音器を使って、えー、音量を小さくして、えー、受けていただくのがいいと思います。はい。えー、あとね、意外とカラオケボックスや、えー、と車の中なんかもおすすめです。 はい、えー、インターネット環境さえあればですねちょっと人気のないところまで車で行って、えー、そこからスマホでレッスンなんていう方もいらっしゃいますのでぜひご活用ください、えー、次に、えー、録画をして何度も復習できますよということなんですけれども、えー、通信手段としては、えー、スカイプや、えー、ズームあとは LINELINE なんかも OK ですよあとは FaceTime なんかも 何でも OK なんですけれども、えー、その中でもですね Skype、えー、や Zoom は録画をできるアプリなので、えー、レッスンの様子をね録画してそして、えー、フォームや指使いなどこうやって何度もねレッスン後も復習ができるということです。はいなかなか対面でのレッスンであのわざわざこう録画するのって手間だと思うんですけれどもレッスン始まって終わりまでずっと録画しっぱなしでも OK なのではい。 これはメリットかなと思いますさあ次に、えー、レッスン後もそのまま練習ができるよと、はい、教室のレッスンなんかだと、えー、次のお時間帯の方がいてすぐに楽器をかたさなきゃいけないとか、えー、すぐに退出しなければいけないという状況が多いと思うんですけれども、えー、オンラインレッスンの場合は、えー、例えばご自宅で演奏していたのであればレッスン後もまだそのまま楽器持ってますからね。 えー、演奏練習復習ができるんじゃないでしょうかはい、えー、これはね楽器を吹く練習する習慣がつきづらい方なんかにもおすすめですはいなんかね2,3週間ぐらいあれなんでですかねあの楽器や音楽はもちろん好きなんだけど、えー、下手したら1ヶ月以上楽器触ってないわなんていう方多いんじゃないでしょうか はいそういった方はですね是非、えー、レッスン後にそのままご自身で練習する習慣をつけてもらうと定期的に楽器に触る機会が作れるんじゃないでしょうかはいさあ次です、えー、僕もね最近あの YouTube に演奏動画やレッスン動画毎日のようにアップし続けているんですけれども、えー、そうするとあれ小池先生のレッスン YouTube だけで十分じゃないのと思う方もいるかもしれませんはい ただしですね、これは僕のレッスンを一度でも、えー、対面でのレッスンを受けたことある方は、すぐに理解していただけると思うんですけれども、えー、基本的にね、YouTube での僕のレッスンって、僕からあの見ていただいている方へ、一方通行の、まあ、レッスンというよりかはね、えーと、レクチャーに近い形なんですよね。はい。これはあの楽器を演奏するにあたっての考え方や方法をお伝えしているだけなんです。はい。 サ、あのー、ックスやね特にベノーバなんかはあの一、ー、人でもあの楽しむ方が増えればいいなと思って僕やってるんですけれども、えー、どうしてもね皆さんが実際に楽器を手にしてですね演奏してみるとさまざまな困ったことや悩み事がね絶対出てくると思いますまあこれは当然ですよね。はい、えー、でそんな時にですね、えー、と身の回りにちょっとすぐに聴ける方とかがいればいいんですけれどもまあ いいない方は特にですね、えー、そういう時はあは、プロの方に聞きましょうということです。で、僕も、えー、めちゃくちゃ勉強してます。はい。自分で言うのもなんですが、めっちゃ勉強してます。はい。そういう方にですね、サクッと聞いて、早く悩みは解決しましょうということですね。えー、な、やり方とかがわからないまんまですね、練習を続けていっても上達はしないということです。はい。なので、えー、YouTube レッスンとの、えー、大きな違い、 えそれは、えー、総合通信でであるとということです、はいえー、その生徒さんがあ吹いた音や姿勢を僕が見てですねその方に合ったアドバイスや練習方法を提示できるということが、まあ、YouTube レッスンとの大きな違いかなと僕は思います。はいということでまずは体験レッスンへ、えー、この動画の概要欄にリンクを貼っておきました。 そちらの URL から、えー、僕のオンラインレッスンの Web ショップへまずはお越しください。そちらでご希望のレッスンチケットをご購入いただく形となっております。えー、体験レッスンの場合はあの体験レッスンチケットというのがあるのでそちらをご購入ください、えー。何かご不明な点、ご不安な点があれば Web ショップ経由でお問い合わせいただいても構いませんし、えー、あとはこの動画のコメント欄にですね、えー、直接わからないことなどを聞いていただいても構いませんので よろしくお願いいたしますそれではお待ちしております一緒にサックスやベノバを楽しみましょうさようなら毎日見てね